中国湖北省の武漢で肺炎に感染した患者から新型コロナウイルスが検出され、周辺地域で警戒感が高まる中、香港では武漢から入った48人が発熱などを訴えています。香港では肺炎などの症状を訴える人が増えているため、街ではマスクをつける人が増えてきています。香港メディアは武漢を訪れた後に原因不明の発熱や肺炎などの症状を訴えた人が昨日までに48人に上ったと報じました。うち23人が隔離治療を受けているということです。患者の中には生後11ヶ月の乳児も含まれているということです。